BS テレビ東京株式会社 BS テレビ東京 BS テレビ東京 A 賞 BSTV 東京コーポレーションは BS デジタル放送を行っているテレビ東京系列の衛生機関放送事業者でテレビ東京ホールディングスの完全子会社でもある略称とサービス名は BS テレ等 BS テレ等他の民放キー局系の BS デジタル放送局と 同様に2000年12月1日から放送を開始した。当初の社名及びサービス名は BS ジャパン、BS ジャパン、BS ジャパン、略称 BSJ でそのサービス名をめぐって争った当時の BSI2009 年4月1日から BSTBS 同様キー局の名称が表に出ないサービスでもあった。テレビ東京、テレ東は 民放キー局の中でも系列局が少ないという事情から系列局でカバーできない地域を補完する役割も併せ持つ。それゆえに他の民放キー局系 BS 放送局よりも地上波で放送されているもしくは放送されていた番組が比較的多く編成されている。開局当初は地上波で放送されている番組の同時放送を基調とする編成でその比率は 全体の約7割に及んだ。しかし、本放送の開始以前より出演者の肖像権を理由に BS での同時放送に難色を示してた日本、音楽事業者協会などから激しい抗議を受け、相次いで中止に追い込まれた。その後、水曜ミステリー Q、当チャンネルでは、BS ミステリーのタイトルで放送や、日本の歌などいった、テレ東との共同制作番組に関しては、 自社放送が認められた。さらに、2010年代以降は、自社制作の独自番組、テレ東との共同制作を含むの強化や海外ドラマ、通販番組の増加により、地上波の番組は減少傾向にある。その一方で、ワールドビジネスサテライト等のニュース番組やプロ野球、等のスポーツ中継については、民放キー局系、BS 他局よりも地上波との同時ネットで放送される。 番組が2019年9月現在もいい、後者は全国ネット以外のローカル中継も含む。2010年10月1日をもって認定放送持ち株会社、テレビ東京ホールディングスの完全子会社となった。同年12月1日には開局10周年を迎え、それを記念して同年4月1日からは旧ペット大集合。までおなじみの大くんが、 BS ジャパン宣伝部長、マスコットキャラクターとして任命された。2018年10月1日、社名を BS テレビ東京、略称及びサービス名を BS テレ東へ変更した。これにより民放キー局系 BS 局すべてが BS と地上波放送局名を組み合わせた局名に統一された。また、これを機に公式ウェブサイトも テレ東のものに統合されたことで、地上派、テレ東と衛星派、BS、テレ東の公式ウェブサイトが、キー局系 BS 局では、初めて同一化された。放送事業者名は、開局から2018年9月30日まで、BS ジャパン、2018年10月1日から、BS テレビ東京。開局時から、長らく、週夜放送。 二十四時間放送を実施していなかった。最初の終夜放送は二千十一年十二月二十六日から二千十二年一月二日、正確には一月三日の四時八分までにかけて行われた。開局当初から二千六年頃までは平日が五時四十五分、週末が6時から放送開始で平日は翌日一時五十分、週末でも翌日二時過ぎで、 放送終了としており、終夜放送が多い BS デジタル放送局の中では、消極的なイムテーブルとなっていた。後に深夜、早朝の番組を強化し、平日は5時15分、週末は5時から放送を開始し、深夜は翌日のおおむね3時30分から4時過ぎ、日曜深夜のみ、月曜2時10分で放送終了としいた。 2012年8月からは金曜日未明に映画番組朝までシネマが編成され週夜放送をほぼ毎週行うようになった同番組終了後に放送休止を挟む場合もあり同年10月からは月曜日未明早朝を除くほぼ毎日集団時間が日に20から30分程度の順週夜放送状態となった2016年1月からは早朝に 早起き日経 FT が編成され、平日の週夜放送が常に実施されるようになった、編成の都合により、放送休止の時間帯が設定される場合あり。放送開始、終了時の映像とも2000年12月の開局当初から六本木店まで使われていたが、2011年4月に1世代前のロゴに被せて、現行の曲ロゴを表示している以外は変わっていない。開始時は、 最後ホワイトバック1画面の部分。終了時は夜景映像にある画面右下の部分で、それぞれ1世代前のロゴに被せて、現行の曲ロゴに差し替えている。テレビマンユニオンが制作を手掛けた、終夜放送を行う場合は、最終番組の終了後にそのまま放送開始時のオープニング映像を流す。環境映像を流しながら、画面中央に、 マスター喪失のテロップで BS ジャパンのロゴと試験電波発射中のテロップを表示。また、放送開始の10分前より字幕放送のテストを行うカラーバーの上で BS ジャパン試験電波発射中と表示。一定間隔で文字の色を変えている。かつては放送開始前に 5.1CH サラウンドの音声試験を実施していた。最初に全体に 音声信号を送信した後、各スピーカーに一つずつ信号を流す。どのスピーカーに送信しているかは、画面上でもわかるようになっていた。2011年4月の局ロゴを変更後は、実施していない。企業、団体は、当時の名称、地上波で放送時間を拡大し、特別番組として放送された番組については、そのまま放送されるか、 分割して2週間以上にわたって放送されるかのいずれかとなる。後者については、主にテレ東系列局以外の地方局向けの番組販売用に編集されたもので、アニメ番組を中心に実施される地上波の編成の都合により、遅れは数週間以内に総裁されることがほとんどである。字幕放送については、アニメ番組を中心に、 民放キー局系の BS 放送局の中では比較的多く実施している。2018年11月24日からは映画番組でも実施しており、これは民放キー局系の BS 放送局では BS 朝日についで2曲目である。過去には地上波と同時放送していた夕方のニュース番組でリアルタイム字幕放送にも対応していた。すべて日本時間。 2019年7月現在の時点で放送されている番組のみについて記述する。地上波で朝から夕方、いわゆる全日に放送されている作品群は大半が地上波から1日から1週間程度遅れて放送される。必ずしも放送中のすべての作品をネットするとは限らない。深夜アニメについては、 放送実績が限られているが、2010年代半ば頃からは増加傾向にある。一方で、当社やテレビ東京が関与しない、東京 MX 等の独立局を中心に放送される作品群、いわゆる UF アニメについては、放送に消極的で過去に2本を放送したのみに止まっている。テレビ東京及び系列局が制作に関与する作品のうち、 当チャンネルで放送されないものについては、衛星放送全体では同じくテレビ、東京グループの ATX で同時期に放送される事例がほとんど出る。地上波と同時期以外に放送される際はこの限りではない。突起なき作品は字幕放送を実施、途中回から実施の場合は注釈に適彩。かつてはボクシング中継も行われていたが、2010年10月、 以降放送されていない。前述したように、当社及びテレビ東京が関与せず、独立局を中心に放送されたアニメ番組について、列挙する。参照 HP、h t t p w w w b s t v t o k y o c o j p ラッシュ、p a n g u m i アニメアーカイブ :html 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。